皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、今日はフォークフルートで荒井由実さんの飛行機雲をお届けいたしました。夏なのでね、間もなくね、ディズニーやジブリのね、映画が公開されるかと思うんですけども、夏にジブリといえば、まあ、風立ちぬをね、映画館で見た思い出が蘇ってまいります。この曲ね、青い空にね、映える飛行機雲と、そして飛行機ですね。そして、二人のね、純愛というか、はい、複雑な愛の形ですね。その当時の人のあり方とか、いろんなものを考えさせられましたが、非常にね、見てね、いろんなことを感じて、また見たいって思うね、何度も思ってしまうような映画でした。この映画が作られた時期と、この荒井由実さんが、この飛行機雲を描かれた時期が全然違うのに、なんでこんなにリンクするのか、歌詞とかがね、って思いながら、いつも見てたわけなんですけど、そういえばこの飛行機雲もちゃんと吹くの初めてかもしれません。多分こんな感じだったと思います。いつもね、なんとなく楽譜があってなかったりとかする状態で、あと楽譜があるけど一応しながら読んでるとかね。なんかそういう感じのことをしてます。ちょっとこれも、いろんなところ作っちゃってますけども、コンサイスフルートに合うかなって思うようなちょっとアレンジを入れたりなんかしながら吹いてみました。コンサイスフルートね、穴が、はい、面白い感じで開いているので、塞がりにくいところがいくつかあって、音が出なくてやめてしまう方、おられるかと思うんですけど、一番ね、うまく塞がってないところは、ここの薬指だったりとかするので、時々ね、鏡で見たりとか、最近ね、皆さんカメラでね、携帯のカメラで動画簡単に撮れると思うので、自分の指が映るアングルで、一遍ね、撮ってみてください。押さえてるつもりなんだけど、こっちにこういった時にここが、あら、開いてるわっていうことが、結構多かったりします。その次、こっちがこう順番に押さえていくにつれて、なんかね、意外と人差し指のこういうところをぐーっとこっち側に引っ張っていく方がいらっしゃいますね。これは多分モダンフルートの癖で、ちょっとここが広いからね、モダンフルートは。それでなんとなくね、うっすら開いてしまうんだと思うので、なんとなく指先でこう穴をね、塞いでるなって感覚をつかみながらやっていくと、外しにくくなっていくと思いますよ。はい。ということで、今日は、コンサイスフルートで飛行機雲をお届けしました。それでは皆様、またね。